人が切られ怪我をしたようだ。隠れるとしたらこの近く。墓所を刺すと外すのも甚だしい。道で襲われた者に違いない。傷口が浅い。拷問を受けたな。猛虎の求めに応じなかったようだ。ちぎれた花びら、泥、何か隠すために土を掘ったのか。何かを命がけで守ったようだ。見つけてやらねば。これは僧が握っていた花。猛虎から隠したかったものはこれか。櫛寺の仏具だな。
盗まれたものを返しに来た。またこれを拝められようとは。ここの僧が命を捨て守ったものだ。そやつはそうではなく、我らが受け入れた百姓です。ある朝気づいたらこの仏像と私の装束を持っていなくなりました。それは驚いた。盗人なのか。やつも等しく自らの行いの報いを受けたのでしょう。お目にかかれて光栄の極み。さあ始めましょう。太刀を構えてください。引く意志はないのか。約束は約束、浪人であろうと果たさねばなりません。好きにしろ。引けば生きて返してやる。そんやつだ、そんやつながらお断りいたすか。
引けば生きて返してやる。そんな奴ながらお断りいたす。来世では誠の武人となれ。
いや、あなた様は酒井様と。そうだが。ついてきてください。お見せしたいものが。ここはかつて美しい屋敷でした。主は良い父親であったことを覚えております。しかしおじ気味の老頭がその主を殺し家に火をつけたのです。黒焦げの亡骸を見つけたのは主の家族でした。その首志村に送ってやる。背後に気をつけよ。殺せ。哀れな男だ。いつまでも過去に縛られおって。もあったじいさん、この辺りに住んでたよね。話そらすんじゃない。言うな。タカも呼んだのか。来るなって言ったんだよ。俺にも手伝わせてください。槍川に残っても役に立ちませんし。死なれるよりはマシさ。消えた兵の捜索など慣れてはおらぬだろう。励みます。お邪魔にはなりません。分かった。だが用心し、ユナに従え。承知しました。手がかりはあったか。この辺で見たって話だけど、気配はないね。探してみよう。猛虎が死んでおる。私じゃない。焼き図があるな。でも矢がない。誰かが抜いた。また使うんだろう。かなりの腕前だな。足跡3、いや4人だ。どこへ行ったのでしょう。調べよう。ここではコオロギを取ったな。よく来てたね。それに竹を編んでカゴを作った。なんでコオロギ取りしてたか覚えてる。いや、母さんから遠ざけるためさ。腹を立てるとあんたに八つ当たりするから。コオロギに感謝しな。あの家に続いておる。侍が住んでたね。相撲じゃ負けなしだって。一だか。ごめん、死ぬとこだったんだよ。中を調べよう。私は外を見る。ゴザがある。ここに泊まったか。クマには食われてなさそう。クマが兵糧を食ったか。おかげで死なずに済んだ。ありがたや。
矢尻に譲る二川用の皮も。弓取りはここにいた。ジェン、タカ、こっちに来て。焚き火がまだ暖かい。この家を建ったばかりだな。近くにおるぞ。猛虎の火薬を盗んだのか。いい根性してるね。足跡だ。いました。あそこの丘を登ってるね。訳があるようだな。身を低くして声を潜めろ。お主、侍か。こっちへ来い。槍川の弓取りと見受けるが。数は減った。兵糧を奪うため野営を襲おうとしたものの、あえなく見つかってな。他にはいないの？捕まった。ここまでおったが。我らも手を貸そう。うん。腕は立つようだな。わしは大国酒井陣。志村じゃない。なら手を貸してくれよ。まず野営を見てみよう。捕虜を運ぶ部隊、どうやら時期に立つようだな。元槍川の向こうにある野営に向かうのだ。立たれる前に動かねばなるまい。槍川の弓取り、皆無事だ。一時でも早く助けてやらねばな。行き先はつかめた。先回りして罠を仕掛ける方がいい。奇襲に向かない地形だね。元槍川はどうです？道の両脇に屋根がある。盗んだ火薬も役立ちそうだ。これは使える。なかなかの策士ですな。よし、猛虎より先に動くぞ。猛虎はこっちに向かってる。タカ、小屋の中に隠れてて。いやだ、ここに残って俺も戦う。ジン、頼むよ。タカが決めたことであろう。じゃああんたが守ってやってね。怖いか。いえ、そんなこと。少しだけ。姉さんもあなたも怖いものを知らずでしょ。恐れを知る者こそが強くなる。父が言っておった。俺に父はいません。怖くなると頭も体も動かないんです。鍛錬が足りぬだけだ。ユナは幾度も七に立っておる。お主とは場数が違う。姉さんには何度も救われた。俺もだ。来たな。猛虎が近づいたら樽を射る。酒井様、動けません。お主ならできる。恐れる心を力に変えろ。やってみます。今ですか？まだだ。もう十分近いですよね。情け無用。Go!
よくやった、大黒。仲間を連れて槍川に戻れ。直ちに。いやはや、まさかあなたがあのクロードとは思いもしなかった。共に囲いを破ってはくれぬか。宇治政殿次第だ。わしが取りなそう。噂通りだな。まれに見る豪の者じゃないか。タカ、悪いけどジンと話があるんだ。槍川で待ってる。やったよ。タカが死んでもおかしくなかった。落ちかけたし。しかし見事にやってくれたぞ。置いてくればよかった。ユナ、心持ちはわかるが、タカは赤子ではない。あの子は戦えない。素質はある。あんたは何も知らないだろ。トアにかばってやるつもりか。タカのことは私が決める。口を出すんじゃないよ。もう戻らなきゃ。囲いを何とかするんだろう。町で会おう。先日座禅を組んでいたら、若い狐が隣に座っていたことがあります。賢いゆえお主の人柄に惹かれたのであろう。話しかけると何か言いたげに立ち上がって、ついていくと神社にたどり着きました。あの時の感動は言葉では言い表せません。かような時でも光をお与えくださるのだな。酒井殿。新山の調子はどうだ。みな士気が上がっとる。クロードが味方だからな。酒井様、お戻りで。